なんだ？おいおい、なんだなんだなんだ？え、玉みつねみたいなのいる。なにこれ？え、こいつ仲間にしようぜ。あ、やべ。おこちょ。特別なやつだったみたい。あいて！ネームドモンスターだったみたい、こいつ。いって！いや、でも、いや、こいつはやれるぞ。俺降りた方がいいな。こいつはやれる、おこちょは。こいつ仲間にしてこうぜ。初めてのネームドモンスターだわ。ほいよ。いや、なかなかちょスリルだな。ちょ、拠点からだいぶ遠いから、ロストしたらだるいぞ。ほいと。いや、いけるだろ。残り体力16。めちゃくちゃいい調整。さあ、いけるぞ。おいよと。危ない！ちょっと待って。まずい、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 まずい。やばい、ちゃんと準備してくるんだったか？後悔か？いや、大丈夫、いけるはず。敵に攻撃をさせるな。ずっとスピアを投げ続けろ。よーし！オッケー。捕まった。ボス初回討伐だって。さらっとさ、とんでもないこと俺はしてしまったんじゃないか。前回ボス倒した後、その足のままね、ちょっと探索広げてたんだけど、夜暗くなったから、ベッド立てて夜を明かそうと思ったら、ぬるっとボスを仲間にしてしまいました。やったぜ。おこちょ。体を丸めて、凄まじい速度で、回転行動ができる。昔の人は飼い慣らしたおこちょにミルクの袋を取り付けて放牧しておき、その回転力でバターを作っていた。あーって、なるほどね。ネームドーパルは、こんな感じでマップに表示されてるんだ。で、俺が知らん間に、ここら辺にいるボスパルを仲間にしちゃったんだ。で、グランモスが、だからここにいる感じで、レベルまでしっかり親切に教えてくれてるわ。グランモスは早すぎるけど、クレメオとか、アルパオとかはいけそうじゃない？ちょ、クレメオ、ボスパル仲間にしに行こうぜ、ボスパル。おお、なんだなんだなんだ。ファーストトラベル先でいきなりやってる。お前ら仲良くしろよ。俺ともやるのか？覚悟できてる人ですか？うぅ、ははは。オーバーキルすぎる。うちの角紙の殺意がやばすぎる。で、あれ？あそこのことか？もしかして。なんだっけ、なんとかの風石みたいな。雰囲気か。魔導士の雰囲気。一回来たことあるんだよね。あーで、ダンジョンの奥にボスがいるって感じか。まあいいでしょう。一応食料も大量に持ってきたし。あ、そういう感じなんだ。なるほどね。いや、全然ダメージ取ってない。うちの角紙。え、待って、全然ダメージ取んないんだけど。大丈夫かこれ。え、俺のクロスボウもヘッドショットで17ダメージしか入んないわ。え、待って、めちゃくちゃ硬くない？こいつ。クレメーを。いで！大丈夫大丈夫。シールド割られる分には実質のダメージ。え、待って。いや、角紙が、角、え、待って待って。お前、自覚あるか？今、うちのさ、筆頭だからな、お前は。ちょ、死ぬ前に交換。危ね。火のクロスボウとか毒のクロスボウで、状態異常のダメージ狙ってこう。うん、そうだね。状態異常は固定ダメージみたいで、しっかりダメージ入ってくれてるわ。いいぞいいぞいいぞ。ちょ、こういう防御力がカッチカチな相手には、状態異常付きのクロスボウで、削るのも手かもしんないね。で、倒れる前に、回復させた、角紙と交換。状態異常の賭けでだいぶ削れてるぞ。いいぞいいぞよ。で、一つの状態異常に頼りきりにならず、毒と火属性やられ、二つを同時にぶん回したけ。オッケー、いいんじゃないか？なかなかいい調整だよ、これは。なんなら残りは普通のクロスボウで削ってってもいい。残り体力57だって。いや、俺の体力も少なすぎ。え、待って、0.3%？ 俺自身のボーナスがついてやっと 4% だわ。体力残り一桁ぐらいまで削んないと、相当きつそう。よし、いいんじゃないか？いや、それでも 0.32% だ。やばすぎる。え、これ足りなくない？あ、オッケーオッケー。でもさすがにギガスフィアだと、30% ボーナスコメに乗るぞ。いや、でも、いや、足りるか、これ。ちょっと待って。これで捕まってくんなきゃ困る。頼む、捕まってくれ。
いや、ダメか。いや、でも、4% を25回すれば 100% ですからね。これで無理やり捕まえていこう。あ、やーべ、倒しちゃった、間違って。え、最悪。え、これ、これさ、え、やらかした？え、めちゃくちゃ経験値入ったんだけど。え、これ復活したりしない？え、これどうなる？あー、なるほど。ボス復活まで1時間だって。いやー、でもちょっと甘かったね。今まで捕獲成功率低いやつでも、ノーマルスピアボールでゴリ押しで、なんとか仲間にしてきたけど、ボスパルになってくると、その戦法通用しなくなってくるみたい。いやー、だから今後はギガスピアとか、メガスピアとか、いい感じのスピアを、どんどん大量生産しなきゃダメみたいだね。このまま引き下がるの悔しいよな。リベンジしましょう。クレメーを。大量の金属焼いて、ギガスピアいっぱい作ってきます。え、何あれ？ニャンバットだって。ボス戦で毒戦とか、発熱機関とかいっぱい使うから、眠らぶれ経験値稼ぎがてら、毒戦確保したんだけど。これ、あれか！闇の行商人で買えるやつだよね。6000円ぐらいするやつ。野生で湧くのかよ。多分相当レアなやつだと思うわ。こいつ捕まえていきましょうぜ。で、基本的にパル、プレイヤー、俺が死ぬと消えちゃってるから、絶対物にしていきたいんだよな。よっしゃ、やったぜ、ニャンバット。こいつだね。え、待って、めちゃくちゃ強い、めちゃくちゃ強い、めちゃくちゃ強い、こいつ。採取と採掘、そして運搬が全部レベル2だわ。化け物強いやんけ。突如、他のパルの目の前に現れ、自慢の腹を広げ、自分を見せつけてくる。威嚇の意思と思われるが、どこか恍惚とした表情を浮かべている。ド変態やんけ、ただの。あのですね。やっちゃいました。クレメーを捕まえちゃいました。やっちゃった。録画するのを完全に忘れてたわ。こいつすごいんだよ、クレメーを。あ、かわいい。かわいいだけじゃなくて、こいつすんごい有能なんだよ。ほら、見て、この制作速度。こいつね、手持ちパルの中で、唯一の、ほら、手作業レベル2なんだよ。やばくない？で、それだけじゃないの。俺の角紙ね、こいつ。体力1800の、攻撃260の防御力218なんだけど、くれめえよ。攻撃328。防御275。体力1861。こいつの方圧倒的に強いの。クラフト、戦闘、全部こいつ一体で済ませられちゃいます。で、もう一つこいつ特性があって、こいつ、制約なるものができるんだよね。で、ちょうどね、拠点をアップグレードしようと思うと、中世の制約台を建築しろって言われてたの。なのでやってやろうかなと。中世の制約台。簡単な薬を作成することができる。だって。でも、薬作るってどんなことができるんだ？薬作れるんだろうなってのはなんとなくわかるんだけど。あ、いろいろとある。低品質の薬品。風邪や捻挫に効く低品質の薬品。食べても HP が回復することはない。病気になったことないんだよな。あ、パルに効くのかな、どうやら。高級な薬品。衰弱やうつ病に効く高級な薬品。HP が回復することはない。もったいないんで使いません。うつ病のまんま仕事頑張ってもらいます。他にもあるよ。おかしなジュース。飲むととても気分が良くなるジュース。飲むと一定時間作業速度がとても上昇するが、産地がとても下がる。これ、シャブですわ。本気でいけないアイテムもちょくちょく出てきたね。まあ、制約するのはまだしばらく先かな。そもそも材料も足りなかったしね。で、これでひとまず、レベルも、お！来た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 ！ついについについにだよ。拠点の増設もできるようになったらね。ちゃんとした拠点をまた別に建てようと思ってて、そのためには拠点の最大上限数増やさなきゃダメだったからさ、新たに拠点を建てることができるよ。お、すぐ作れるじゃん。これは何ができる？氷パルをアサインすると中にある食料が腐敗しにくくなる。だって。ペン玉とかに氷の仕事をせるんだろうね。こういう料理。んで、おい、拠点をアップグレード。いいね。次建てる拠点はしっかりと場所を考えよっか。
一番圧倒的に足りない資源は金属鉱石だから、金属鉱石がいっぱい取れるようなところに拠点を建てたいね。で、今度はしっかりと土台を置いて、その上にいろいろと物を置いていきたいと思います。よーしよ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 し。クレメイを復活してるね。じゃあ早速仲間にしたね。クレメイを使って、クレメイを捕まえていこっか。で、一応俺も今回も毒矢とヒアで固定ダメージで削ってって、大量に用意したギガスフィアで捕まえるって感じだね。よーし、やっていこっか。クレメオとか何体いてもいいからね。さ、行ってこい。おー。あ、強っ。見てほら。俺が何かするまでもなく、勝手に状態異常にしてくれてるわ。有能すぎんか？いや、決してクレメオの株を上げようとしてるっていうわけじゃなくてね。削りめちゃくちゃ早くない？角紙だったらさ、こんなに早く削れてないって。こいつの火力が高いってのもあるけど、ずっと炎の状態異常にしてくれてるからさ、クレメオの体力、ほらもう半分だもん。この調子ならすぐ捕まえられるな。いやー、苦労して仲間にした甲斐があったね。めちゃくちゃ強えぞ。で、残り体力33だから、胴体2発ぐらいかな。いてててててて！壁に引っかかんのマジ危険。いや、胴体あと2発いけるな。いや、怖いな。ちょっとやめとくか。そしたら、おい、パルスフィアを投げる。おい、捕まんねえよな、もちろん。おい、30% あるよ、ボーナス込みで。おい、ギガスフィアなら余裕だね。おいよ。ちょっともったいないけど、もうどんどん使っちゃおう。よーくれめよ、もう2体目捕まったぞ。てっけ。あ、そして経験値もやばいね。左側の通知止まらん。4000ぐらいみんな入ってやからね。よーしよ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 し。いや、くれめよ、もう、しっかりと、仲間にすることができたね。いやー、今後、どんどん強力なパルを、仲間にしようと思うと、こういうボスパルを仲間にしていくことになるのかな。あ、かわいい。かわいすぎないか。今日はボスパル仲間にしていきました。いや、めちゃくちゃ強いし、かわいいし、便利だし、もう言うことなしだね。ってことで今日はここまでになります。お疲れ様でした。バイバイ。